これにね、少しね、関連していますの、ね、で、ちょっと今ね、新しい記事の提供を受けまして、これ海外なんだけども、いや、私知らなかったんですけど、あの、世界自然保護基金ね、WWF、実は昨年の10月にですね、アメリカの会員のですね、資源、天然資源委員会っていうのがあるらしいんですね。ここの公聴会に呼ばれて、 議員からだいぶですね厳しい質問されている、もちろんですね内容はあ去年出たですね報告書、あのー、いわゆる人権侵害、まあ、い,いろいろですね勝手にいろんなあ人を捕まえてですね、えー、痛い目に遭わせたり、ですねそれで結果として死に至らしめたり、えー、武器をですね大量に購入してですね武装集団として、えー、現,地現地の集落をですね えー、ミス療容疑でね、襲撃したりということについて、かなり内容について、えー、アメリカの下院議員たちは厳しい、ね、追及を行ったという記事が得られました。えー、これについてはですね、えー、翻訳して私、今週ですね、えー、メールマガジンの方ね、インテリジェンスウェブのメールマガジンの方にちょっと掲載しようと思います。えー、今週後半になると思いますが、今やってるんで、えー、これはの無料会員の人にもね、 一部分あの全部じゃないですよあの全部だったらお金払ってる人申し訳ないですからねあのこれあのはっきり言うと会費払ってる人のおかげでですねリサーチャーがいて翻訳ができてできるものなんですからね、えー、まあでもこれ世論を動かす上ではちょっとヒントを得ていただきたいということで,ですね、えー、無料会員の方にもこれはちょっと半分ぐらいはね見られるようにちょっとしようと。 いうここととは今相談してるところなんですねね事務局と、ね、まあでもこれね、返す返すも言いますけれど、これ、WWF ジャパンの名誉総裁ってエミア公子殿下なんですよ。これ、もうそろそろやばいんじゃないか、これ、なんでね、日本でこういうことって報道されないのかな、アメリカでは報道されますわ、やっぱ。それで 私はもう今着々と準備してもうあ,あまりにも膨大なようで日本語にしてもあきれ返ってるというかね、えー、実は今日も実は読んでるんですよもう手元にあるのねこれうんこれそうなんよねあの自然保護活動における人権の確立言葉から行動へと WWF の自然保護活動においてこれもうあれですはっきり言って あの日本でもかなりあの大学の研究者レベルの人を複数にお願いして厳密な翻訳を今やってるとこなんですだから時間かかってますけどほぼほぼ3分の2ぐらいできました、あのー、これどういう形で公開しようかと思ってるけど私これ読み,込もう読み込もうと思って表裏だからこれねあれなんだけどね、うん、読み込んで、えー、WWFJAPAN には質問状出そうと思ってます あのなんでこれをね、しかるべき形で日本国民に報告しないのか、おかしいじゃないですか、日本国民から毎年何億円もですね寄付を募ってですよ、それこそエーミア公私殿下、名誉総裁として祭り上げて、ですね、えー、広告塔に仕立てて、お金集めて、送り込んで先でこういうことが行われここは独立の組織じゃないです、国ごとに、あのー、ジュネーブに本部があって、そこの上位下達の組織なんですよ、まるでコミンテルンみたいなとろだよ、これ。 お金上納しちゃってですね、使うのは勝手に使ってるんですよ、ここで。で、アメリカの会の記事見てちょっと驚いたんだけど、英語で私読んだんだけど、今日はね。要するにね、あのー、勝手にですね、こう、自然方向を決めると、で、その人たちを追い出すと、やり方が昔の植民地主義のようだと。かつて、いろんなですね西洋列挙が攻めてってですね、武力を使って、 えーであのー、その地域の有力者にお金配ってですよ、味方につけて、細々とですねその地域で、えー、生計を立った狩猟採集したり、ですね、えー、ささやかな畑を作ったりして、暮らしている人々を追い出して、その域から囲ってねいや、ここでちょっとした雑的な仕事をやるよと、それ以外だめだと。 でも生活がかかってて追い出されたって仕事が保障されてないからまあ従来通り例えば何かを取りに行くそれがミスルに当たるってことって今度は痛めつけられて暴行されてあの大王監獄みたいな警察でもないのに監獄を持っていてそこに閉じ込められるともうやり方がかつて帝国主義時代に西欧列強がやったような土地の強奪 富のゴを出すと同じことをやってるんじゃないのかという議論がされたと。これは有りし問題ですよね。日本はそもそもそういうことに反対してね。アジアでね。まあそういうこと、あの、そういう姿勢がですね、最終的にはですね、大東亜戦争になったんだけど。あろうことかそういうことをやってる団体にですね、団体の支部です。まあ高か支部だけど、日本支部の 一時は総裁をやりになってて、今は名誉総裁という形ですが、皇位継承者がいるということ、これはおかしいですよね。それから、あとちょっと、これもですね、今翻訳かけてるんですけども、ここのですね、世界のトップにですね、あの英国のエジンバラ公がついたことがあるんだけども、このエジンバラ公はですね、えー、なんとですね、今の近所陛下の皇太子時代に書簡を出してて、 もうちょっと真面目に協力しろみたいなね、非常に不尊なことを書いてきてる。これ報道残ってました。WWF の総裁として、世界の総裁としてそういうね、不尊なね、書簡を書いてるっていうことも分かりました。こんなもの、だから私それやったときにちょっと埋まった見方してしまいましたよ。そんなことをね、する団体のね、 例えば、じ、自分の兄であり、今の天皇陛下の、まあ、皇太子時代に、そういうことをした団体の、名誉総裁になる、総裁になる、何か含むものがあるのかと。私は、うがった見方をしてしまいました。これが事実でないことを祈ります。まあ、今日もですね、あのー、まあ、 あちちこちであのご中心にありまして、えー、相変わらずあの篠原はあ皇室を攻撃してロシアの肩を持ってとまあ思うのは勝手ですから勝手に思っていたらいいですよ私は事実を並べるだけです事実を並べるだけです私はもう8年間も虐殺をした政府は肩持ちませんし なして皇室を毀損するような行為をする問題については事実を明らかにして戦いますからこれ事実をなくことにしてですねただただごまかしてるのは皇統危機に貶としめることにほかならないと私は考えておりますあソニックさんいらっしゃいませんいつもありがとうございますいつ,もいつも見させていただいてあり,ます、はい、ありがとうございます、えー まああのー、今ね、ソニックさんとかね、あと、アジアに行きようのケイちゃんとかね、えー、あと安住さんとかね、横田さんとか頑張ってますからね、横田さんはいろんな形で、かなり食いついたら話さない方なので、頑張ってほしいと思いますけどね。えー、またあのアジア、アジアのケイちゃんね、実はこの間日本に帰ってきてるときね、ちょっといろいろ実は、今だから言うんだけどね、いろいろ調整してるんだけど、ちょっと時間が合わなくて、コラボできなかったんで、今度日本に来るときはね、なんとかコラボしようということを今、相談はしてるんですね。 はいえー、また近ン,ンお戻りになるような噂も聞いてるんでね、また連絡を取り合って、えー、皆さんとまた話がまとまったら告知しますんでね、えー、非常にあの,あの方もです、ね、実務、英語で実務をされてる方なんで、えー、非常にあの向こうの情報をですねきちんと生情報を読みになって、えー、提供していただくのは本当ありがたいことですよね。えーまあ、私は私でで日本でねいろいろ やってるわけですけどね。お互いによく情報交換もしてますので、はい、えー、協力してやっていこうと思います。はい。そうですよね。まあいずれにしても皆さんね、あの明日、明日以降また違った局面が出てくるかなっていう雰囲気がありますね。はい。 えー、で私も今週はだから先ほど言ったように、WWF の問題も含めてだんだん手をつけて、こっちの、これもね、ちょっとそろそろ、あのー、リストアップしてね、全部リストアップして、えー、もうはっきり言って、WWF 自体がどういうことを反省、反省しようとしてるのか、それ具体的な中身ですよね、えー、これをですね、ケースケース,スタデー的にまとめようと思ってるんですね。 これで皆さんにお示ししますし、えー、皆さん全部読んじゃうわけにはいかないからね、ただこれ、きちんとですね、公悦をした上でですね、もちろん、しかるべきところには送ろうと思ってますよ。うん、で、何らかの形で発表しますから、まあ、そういう形にしたいなと思ってるんですね。はい。だから、私は繰り返し言うようにね、あの口頭を守ると。 男系だ。いや、女系いいじゃないか、ね。私は女系いいって思ってないんで、ごめんなさいね。女系 C じゃないですよね、えー。ただあの、女性天皇っていうのは男系と別に整合性を持てることができるんですよ。まあ、それどうするって話は、もういろいろ繰り返し言われてたあれなんですけどね。にしてもですね、それ以前にですね、もう高等を担うべき宮家がですね、えー、ふさわしいようなお振る舞いや、あるいは、あの、 関係がないということについては非常にこれは今の高騰の危機そのものだというところが昨日ですね安住明子さんと私の話で一致しているところですよね。皆さんもね、だんだんこれやってると、いや、篠原さんそれ言い過ぎだとかいろんなのね、えー、言う方もいたんだけど、だんだん変わってきましたね、空気がね。うん、ようやく皆さんあの理解していただいたみたいですよね、大半の方がね。 であとなんかそれでも今言ってる方ってのは実はあの篠原皇室攻撃だってしてる人がですね実はあ今の近所陛下やですね皇后陛下を攻撃する人とあれ昔こんなことやったんだって人多いですよね有名な方も含めてねあとなんかなんだかんだと偉そうなこと言う人はちあの C 国とつながったりね、うん、C 国の関係の仕事をやってる会社の役員やってる方もいらっしゃいますからねうん。